ある限り君は Dream of Love 守り続けてゆく聞こえる過去の衝撃愛の戦士たち立ち上がれ一つになれ Get right 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない心に変わる些細バトル Love is key未来を信じてていつも Dream of Love 君は輝いてくいつだって。サイバトロン宇宙船ガンホーはここ資源惑星 P0908 にアングルモアカプセルの反応を検知し探索を開始しようとしていた。なんだよあの星、穴だらけじゃねえか。かつて別の星系の文明人たちがこの惑星からありとあらゆる鉱物資源を採掘したためにあのような形になったようです。本当にこんなところにアングルモアカプセルはあんのかよ。多分ずいぶん頼りない言い方だな。この資源惑星は内部に複雑なトンネルが張り巡らされていてアンゴルモアカプセルの反応も微弱にしか検知できないんです。そんじゃ行ってみたら無駄足だったなんてこともあんのかよ。仕方ないよね、それも任務だから。ちっ、冗談じゃねえぜ。ビッグコンボイ大変です。どうした。衛星軌道にデストロン艦ダイナソーが。なんだって。迷路の中の決闘。おい、セイバーバックの様子はどうなんだ。まだ連絡はないね。やはりあいつ一人で行かせなければよかったですな。俺が行けばこんなことはなかったんだが。よく言うぜ、うまく口車に乗せてセイバーバック一人で行かせたくせに。こちらセイバーバック、やったぜ、アンゴルモアカプセルを見つけた。おお、その輝きはまさしく偉いぞセイバーバック。さすがは俺が見込んだだけのことはある。今応援に行ってやる。応援？冗談じゃない。今回の作戦は最初から最後まで俺一人でやるから美しいんだ。誰も来るんじゃないぞ。言っとくけど、あいつがアンゴルモアカプセルを持ってる以上転送はできないからね。どうします。仕方あるまい、あいつの好きにやらせろ。現在敵レーダー探索範囲外を迂回中、レーダー遮蔽装置作動。まだ気づかれてはいないようだな。やられました、完全に先回りされた様子です。ビッグコンボイ、ここは諦めて他を探索しましょう。そうはいかん。もしデストロンの奴らにアンゴルマーカプセルが渡ったらどんなことになるかお前たちもよく知ってるはずだろ。そうでしょうけど。よかったじゃねえかブレイク。何が。アンゴルマーカプセルがある以上無駄足を踏まなくて済みそうだぜ。気に入らない言い方だ。ビッグコンボイ、効果班を編成します。うん。ブレイク、コラーダ、それにスタンピー。え、僕もですか。行くのは構わねえが、おめえに命令されんのはごめんだよ。大体、てめえが行かねえってのが気に入らねえな。そんなに戦場の最前線に立つのが怖いのか。そうじゃない。このガンホーの防御を手薄にするとせっかく今まで集めたアンゴルマーカプセルを奪われてしまう可能性があるからじゃないか。だけどな。いや、なかなかいい人選だぞロングラック。その3名は資源惑星 P0908 に向かえ。これは私の命令だ。
ヤスさん。でもやっぱり僕は残った方がいいんじゃないでしょうか。敵艦の動きとか見張っていられるし。その優秀な探索能力をアンゴルモアカプセルの探索に使ってほしいんだ。頼むぞ、スタンピー。ヤスさん。いけ。やっはい。やっぱり僕は行きたくない。おいスタンピー、早く始めろ。え、何を。何をじゃねえよ。アンゴルマカプセルの位置を確認して一番の近道を割り出すんだよ。あ、はいはい。移動してる。きっとデストロンです。やっぱりか。腕が鳴るぜ。くそ、どこが出口かわからなくなってしまったぞ。美しくないな。おい、どうしたんだセイバーバック。早く戻ってこい。うるさい。俺がいつ戻ろうと俺の勝手だ。忠告しておくが、サイバトロンの奴らが現れる可能性があるんだ。心配していらっしゃる。俺もだ。お前が心配なのは俺じゃなくこいつの方だろう。おい、どこ行くんだ。アンゴルモアカプセルの反応はこの下だぞ。分かってます。でも下に行くためには大きく迂回しないとダメなんです。そんなことはないさ、ついてこい。なるほど、その手があったか。少しは頭使えよ。だったら僕の探査能力なんて必要ないじゃないか。危険な思いして文句まで言われてちっとも来た意味がないよね。だいたいさ。ここは火薬庫だったのか。まさか中身は入ってないだろうな。なんてこった、まるまる残ってやがる。貴様ら。やっと会えたぜ。おやおや、たった一人た驚きだな。おい、言っとくが、ここは火器厳禁だぞ。くだらねえ言い逃れをするな。本当だってば。ブレイク、あいつの言ってることは本当ですよ。何？コラーダ、ちょっと待て。これでも食らえ。サイバトロンどもが。おい、今こちらで爆発を確認したぞ。なんでもない、気にするな。なんでもないだと。サイバトロンの奴らが現れたんだよ。だが心配いらん、俺一人で必ず撃退してみせる。おい、アンゴルモアカプセルは無事なんだろうな。当然だ、通信終わり。おい絶対取り戻してみせる。おいスタンピー、こっちの方にアンゴルモアカプセルが飛んできただろ。どこだよおい。あそこに。やれやれ、またトンネル迷路に逆戻りか。どうしてちゃんと取り押さえてなかったんだよ。なこと言ったって。まあいい、行くぞ。あ、待ってください。ねえ、僕はもう必要ないでしょ。足手まといになるし。こらだよ、やっこさん拗ねてるぜ。ああ、そのようだな。そんなんじゃないですよ。お前が必要なんだよスタンピー。ほら一緒に来い。どうして。
せ。現在惑星を挟んでダイナソアと同スピードで移動しているため、まだ気づかれてはいないようですけど。時間の問題なんだな。探知される恐れがありますから通信はできませんが。なんだ心配ですね。いやそうでもない。これでも私は部下を信じる方でな。はあ。少しは落ち着けが得た後。しかし奴はセイバーバックは遅すぎるとは思いませんか。ちなみにあいつは今アンゴルマーカプセルを持ってないよ。転送は可能だけどどうする。本当かディナビ。私のことはジョセフィーヌと呼び。ジョセフィーヌ。今のところ回収の必要はない。今回は最後までセイバーバックに任せるんだ。いいな。はいよ。なんて間抜けな野郎だ。なんてついてない日だ今日は。俺の完璧に美しい姿がこんなになっちまって、絶対あいつらを許さねえぞ。くそ、なんて暑さだ。飛んでいけば早いんでしょうけど。あのマグマの上を飛ぶのか。俺はバスだ。いつ噴火するかわからねえ。だったらこれ以上は僕たちじゃ無理ですよ。だらしねえぞ。もう少しだ。頑張れよ。俺はいいよな。暑いところが得意だからよ。ついでにマグマに飛び込んで一っ風呂浴びていくか。バカ野郎、俺だってあのマグマに落ちたらひとたまりもねえっつーの。冗談に決まってんだろ。くだらねえ冗談だ。二人ともよくこんな状況でそんな話をしてられますね。たく、大変です。デストロンの反応があります。何？どこだ。上です。いたな。今目に物見せてやるぞ。悪運の強い奴らだ。二人ともすいません。おかげで。おっと、礼なんか言うなよ。俺たちにも礼を言わしてやのか。そんなつもりはないですよ。でも。じゃあいいじゃねえか。お互い様っつうことでよ。ほら、カプセルを取りに行くぞ。やれやれ。よし、早く帰ってシャワーでも浴びようぜ。ああ、そうだな。スタンピ、周囲に奴の気配は。今のところ反応なしです。頼むぜ、お前だけが頼りなんだからよ。コラーダ、今ブレイクはなんて言った。聞いてなかったのか。いや、そうじゃないけど、ブレイクがあんなこと言うのは珍しいから。なんか変なもんでも食ったんだろ。
あんたは相変わらずだね、コラーダ。褒め言葉として受け取っておくよ。本当にこっちでいいのか？多分。さっきのショックでおめえのナビゲートシステムが壊れてるってことはないよな。そんなに信用できませんか？この花は間違いねえ、セーバーバックだぜ。ブレイク変身、コラーダ変身、スタンピー変身。待って、一つじゃありませんよ。何？くそ、どれが本物だ。スタンピー、アンゴルモアカプセルをしっかり持ってろよ。任せてください。そのことはね、撃ちまくれ。よっしゃ。アンゴルモアカプセルは確かにもらった。ドラマこの当時どこだ。上だ。こんなところにこんな穴があったのかよ。追うぞ。ああ。おっと、言い忘れていたことがあった。ああ貴様らはここで生き埋めだ。しまった、逃げ場はないぜ。どうする。こっちです、早く。ああ何をしてるんです、早く僕を信じて。あんたよ。うまくいった。アンゴルモアカプセルの他にサイバトロン3人も始末したっていうおまけ付きだ。こりゃ出世昇進は間違いなしだぜ。待ちやがれ。アンゴルモアカプセルはてめえらに渡さねえ。しつこい奴らだ。余裕で追いつくよ。頑張って、二人とも！うわぁ！今日はいつもの調子が出ないぜ。バカをまともに食らいすぎたか。待てよ、コラ！もう少しだ！なんだ？散々あちこちを爆破したから、この星のマグマが活発化しちまったんだ！スタンピーが危ねえ！あいつは今、止めないんだ！僕のことはいいです。二人とも早くセーバーバック追ってください。ふざけんな。おめえが死んだら夢見が悪くて仕方ねえだろ。俺たちはまだおめえに借りを作ったままなんだよ。仲良く地獄に落ちるがいい。ブレイク、コラーダ。ごめんなさい、僕のために。泣くな、みっともね。ほらよ、早く捕まれ。それでアンゴルマーカプセルはデストロンに奪われてしまったんだな。申し訳ありません。お二人は悪くないんです。二人とも僕を助けるために。言い訳はいい、失敗は失敗だ。奴らにアンゴルマーカプセルを渡すということは全宇宙に危機を招くことと同等なんだぞ。はい、覚悟はできてます。完璧に俺たちのミスですから。そんな、悪いのは僕です。しかし、任務も大切だが、仲間を思う気持ちはもっと大切だ。お前たちの友情は宇宙のどんな物質よりも重いかもしれん。よし、お前らの友情に免じて、アンゴルマーカプセルを奪還されたミスは、腕立て伏せ100回で償え。ビッグコンボ！始めろ！
イエッサー。ビッグコンボイ、少々余るのでは。本当にそう思うか。ええ、私もだ。ああ、どうだ、これがアンゴルマカプセルだぜ。何を得意になってる。こんな簡単な任務に何時間もかけおって。だからサイバトロンの奴らが邪魔しに来たんだよ。あんなこと言ってるけど本当なのか。ガンホーがこの星に来た痕跡はないね。そんなはずない。セイバーバック、またこんなことがあったら二度と許さんぞ。かぁ、マグマトロン様まで。哀れな。こんな美しくない任務はもうごめんだ。発進準備完了しました。よし、次のアンゴルマーカプセルを目指して出発。ああ、発進。どうしたナビ？ブラックホールです。一度吸い込まれてしまったらおしまいです。しかしそこにアンゴルマーカプセルがある限り回収しなければならない。そんなこと言っても、あー、吸い込まれる。超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第8話、ブラックホールの危機。ナビ、緊急脱出だ。